巨人に関してはもうすでに原監督の件でそのね、あの暴力団との付き合いがどうのこうのみたいな話はすでに出てるわけじゃないですか。うんうん。あんまメジャーじゃないですけど。今度ほら、築地の跡地に三井不動産と読売が組んで、新球場作るとか言ってるじゃないですか。うん。最悪ですよね。<laughs> そうなのいや、これ冷静に考えてください。うん、読売巨人軍なんて外人知らないじゃないですか。 まあね。築地ってやっぱりインバウンドの施設を作っべきだと思うんですよ。例えば日本が世界で売り込めるコンテンツってアニメゲームとかじゃないですか。うん。本当アニメゲームの聖地にすりゃいいと思うんですよね。ああ<ー>。読売巨人軍なんか誰も見ませんよ、世界から来る人は。<laughs> ドームは多目的球場にしてなんか。<laughs> いろんな他のこともやれるようにするんだろうけどね、コンサートとかね。うんうん、いや、でも全然ですよ。でも、その、既得権益の方々が強いでしょ日本まだねまあそうなんですけど、それの人たちがすごく内向きすぎて、うんうん、それが良くないと思うんですよね。だから、でもそれはすべて地上波のテレビ局が作り上げた構造なので、すべ、うん、てがそこに帰結してるんですよ。うん じゃあ、地上はテレビの構造を変えるしかないんじゃないか、日本を変えようと思ったら。そこは手をつけなくていいんですか、まあ、かつてやろうとしたわけだけどね、堀江さんはね。